皆さんこんばんは、えー。9月の23日水曜日の今の時間は22時10分過ぎぐらいです。えー、旅から戻ってきてですね、まあ、通常運転というか今日はもうずっとこうまあ今日まで休みだったので、えー、8時前に、えー、外にあのー、夕飯の買い物に行ってそれぐらいしか今日は外に出ていないんですがあのー、そうですね あの今日も、あのー、動画出さないようかなと思ったんですけどちょっと面白いネタがあったのでちょっとあの今まであまり喋ってなかった音について、えー、喋ってみようかなと思っております。えっ、ー、と YouTube をですね顔出しでやっている理由というのを少し。 おお話し,しようかなと思っております。あの僕は YouTube 自体は 3, か3月の下旬3月の半ばぐらいからやってまして、まあ、その時はあの声だけだったりとか動画何個かはあのこのやすとみさんのこのチラシをバックに声だけ入れるというような感じであ,のあくまでも Twitter に文字制限があるから、まあ、それだとちょっとまとまらないんで、えー、YouTube に 上げてからツイッターの方に載せ替えるという方式でツイッターやってたんですけど、まあ、ちょっとあの顔出ししてこう YouTube に出る必要があったので、まあ、カメラチェックとともにえ顔出しをする動画を上げるようになりましたでまあ、なんでこうね顔出してこう YouTube の動画をまあ、YouTube に出たりこう自分で動画上げようとした理由というのはもう早いですあの まあ自分で言うのも何なんですけど、まあ自分でこう自分の顔がね、ある程度は整っているのかなというところで、まあ、手っ取り早く言えば、まあイケメンだと思ったからなんですよ。<laughs> まあ、あの世の中的には決してイケメンじゃないと思うんですが、あのまあ、あの政治ちゃん的なね、話題を扱ってるチャンネルの中では、まあ、 まあ普通な人だとは思うんですよ。で、ここまで言っておそらく、まあ意見が3通りぐらいに分かれると思うんですよね。まあ、はあって感じで、まあお前何言ってんだっていう方と、まあ2つ目は、うん、りょうりょうさん本当にイケメンだ、素敵、その通りっておっしゃってる方が、思われる方が、まあまあ世の中にね、1億2000万人ぐらい、日本にいる中で5人ぐらいはいるんじゃないかと思うんですよね。で、まあ。 <laughs> 3つ目が、お前、その顔でよく言えたら頭おかしいんじゃねえかってやつも、えー、言う方もいると思うんですよ。まあ、そこはねあの、あくまでも冗談としてあの、視聴者様のご判断にお任せしますが、あの今日いつもと違うアングルで撮っているのは、あのだいいつもこんな感じで部屋から撮っているとあの、黒幕がですね、あんまりイメージが良くないんじゃないかということで、まあ、あの上半身から、まあ、ある程度上でこう撮っております。であの 政治ネタを、ね、発信するだけだったら、まあ、顔を出す必要はないと思うんですけどいろいろとこう自分が発信している内容に責任を持たせるためには、まあ、顔を出して、えー、発言もプラスすることがイコール、あのー 皆さんのその評価につながるのかなということを思っているのとあとあの、まあ、比較的なんかこう真面目そうな方とか逆にいかつい方が政治的なネタを発信する方に多くいらっしゃるような気がしたので、まあ、それでまあこういうね普通な、まあ、普通なのかどうかもわかんないですけどえそこら辺にいるあのまあ都市的にはおっちゃんなのかもしれませんが自分の中じゃあのお兄ちゃんだと思ってるんでそこら辺の兄ちゃんがねあの普通に政治のネタを話すとす。 ということがまあどうなんだろうなと思ってあのちょっとやってみておりますであの本当にねなんか堅苦しいとかうざいとか怪しそうというのが政治のイメージにあると思うんですが僕のチャンネルって他の動画もいっぱい上げているのでまあその ま政治のネタからどあの旅動画見てくれている方もいらっしゃると思うんですが、逆にそのカルガモの動画とか、そういった別の動画から、あの、この人どんな動画を上げてるんだろうと思って、動画のリストを見ていただいて、そこから政治ネタも入っていただけると、本当はそれが一番嬉しいんですよ。で、まあ、政治の話を普通のね、会話のように、普通に暮らす人にもですね、 あの、まあ、お話ができるような気軽なものにしたいというのが、僕の、あの、一番の本心です。で、最近、僕に対しての誹謗中傷がまた始まってるんですが、まあ、こんな理由だと思うんですよ。あの、まあ、一番の理由が、僕がイケメンだからだと思うんですよね。それと、二番目が、まあ、フットワークが軽いと思われていること。あの、まあ、結構ね、あの、あちこち行ったりするイメージが強いかと思うんですが、あの、たまたま、今回、遠方までね、あの、旅をしただけであって、あの、まあ、うちから。 動ける範囲で、まあ。まあ体調が良ければ動いているだけです。ただ、自分で動ける範囲というのが割と他の人からあのー、に比べたら。距離が。 多いいのかなとは思ってますだたい電車でね、2時間ぐらいまでで行けるところで、往復の交通費がまあ2000円以内に収まるところだったら近いなと思っているので、まあ、そこら辺の感覚が違うのかなというところですね。あと、若干、その有名人や著名人さんとの交流があるというところも、なんか、あの、ひがまれている原因なのかなと。 まああの昨日もね昨日旅の間でも高久さんや堀江さんや最後は大西常樹さんにお出になっていただいたりとか、まあ、今まで令和の応援している関係で太郎さんはじめ予定候補者の皆さんとかあの世界の原和夫監督にもお会いしてあのインタビューまでさせていただいているような動画を撮ってますから、まあ、そういったところで、まあ、一般人であるにもかかわらず、まあ、なんでそういったことができるんだみたいなおかしいだろあいつみたいな感じで結構来る時があるんで。 まあ、お互いね、有名人でも著名人であっても、こう、人間同士だから、僕はあまり気兼ねをせず、こう、お話をしたり、まあ、そういったことができるのが、まあ、特性なのかなと思っております。あの、コミュニケーション能力が高いわけじゃないんですけど、まあ、興味がある人には、まあ、あの、自分のこう、かあの、なんか、気持ちを伝えたいっていうのがあるんで、まあ、そういったところが。 コミ,コミュ障なんだけど少しコミュ障の一般的なイメージとは違うのかなと思ってます。あとあの動画に関してですね、あのもう本当に誹謗中傷とかあの皆さんのご自由で結構なんですがあの個人をねこう攻撃するような内容だけ本当におやめいただきたいです。あの別にこうね僕は一般人でありますから自分の個人情報を全部晒す必要もないですし。 あのまあ、有名人や著名人の方もね芸名なリペンネームをね使っている方もいらっしゃいますし YouTube なんか特にあの全部が全部あの個人情報をさらしっけ出している方ばっかりじゃありませんから特にそういった個人情報部分については僕はあ,の、まあ、ある程度東村山に住んでるとか、まあ、寮理という名前も本名に近いとかそれぐらいはあの言ってますけど、まあ、他のことを言っちゃうと、まあ、結構あの他の方に自分の周りの方に に迷惑がかかっちゃうこともあるので、まあ、そういったところはきちんと自分の中では線引きしてます。あの、各自自分の線引きっていうのがあると思うんですが、自分の線引きと違う線引きをされている方に攻撃をするのは本当にこう。何も意味がないと思うので、まあ、そこはね。あの本当に。 ネットの誹謗中傷とかをなくすためにも、えー、ちょっと皆さんでお考えいただきたいと思っておりますがあの、まあ、僕が顔出しする理由というのに戻るとやっぱり自分がイケメンだからですねじゃないとこんな顔出さないですよイケメンだと思ってないとというのは冗談で、えー、このネタは全てスーツくんからイケメンの,この顔出しのところとかはあのネタはあのいただきました。 ということで、あの、その対象動画のリンクも貼っておきますので、ぜひご参考ください。あの、本当に自分でイケメンだとか全然思ってないです。ただ、おかんはそんなにね、失敗作には生んでないと思うので、そこら辺だけは、あの、自覚はしているつもりです。ということで、えー、ありがとうございました。